の名前読み上げます。セルオール VS 木澤ひろき上がってください。めっちゃ全部シーンが悪くなった。決勝戦は8勝で3本で行いたいと思います。それでは大事な決勝戦を決めるビートを DJ さんがとっておきのビート流してくれると思うので、 DJ さんからいいビートが流れた DJ になっている人だけ。それでは決勝戦、みんな盛り上がるか聞いてよ。せーの、それでは決勝戦早速いきたいと思います。初で3本です。成功するオール今後木澤ひろき初で3本 DJ ちゃんがプリンザビー。いや6年の血が奏でるミュージー、6年の血ができない音楽だから俺がここに残って、おっさんに負けれるはずはねえだろうが。苦しい時代もそう、見えてるゴールも一緒だろう。3倍でちゃんとファミリーに関係、シャンパンこなさけるゼロ。新時代を作りたいわけじゃない、あくまで俺が俺でありたい。いつまでたってもチャレンジャー、諦めじゃねえぞ、もっとタレンダー。そうだね、ロッテなし、うまい人生送れない、仕方ない、その基礎みてえの邪魔、ゴミみてえの邪魔、でも歌うだけだけ、たまたま。よいよ、最後の方帽子脱ぐの毎回だろ、やめとけよその帽子頭、俺らの方が着せるその時間。可能性は己次第、マインドでコントロールする、お前のは意味ない、そこで突き止まり、ここで一つぼっち黄色い信号、否定してる底力分かる、このヒットパス落とし方、いやこのみんなここにまた行きたくない、あるんだって誇りがない。もう頭を上に出ることしたら、すぐな人間がこれしかない、だから味が立ちた、そうみんな6年なしじゃねえ、この音クズだ。いえ今からと言うかよ、最初に言ったはずだよな、クズ同士がこの音楽で奏でられる、これでしか輝けないものさ。 FTGY 最後決勝決めるから大失敗、OK俺らで開けるって最後締めを切るその場。優勝してシャンパン入れ、そして未成年には放熱ジュースコーナーも入れて乾杯して、ファミリーみんな絶対でさばくよ。教えとるやね、離れるんじゃねえ、掲げるんだぜ、意志も掲げ、お供へ掲げ、心は上がれ、まだまだ溜まって上がれ上がれ。音源チェックしてほしいです、ぜひ。ありがとうございます。いや、マジで今日渋谷ファミリーの周年イベント来れて楽しかったし、俺ら世田谷で今音源上げててライブもしてるから、マジ音源チェックしてライブ来て俺らのヤバさ見に来てほしい、生で実感してほしい。今日はめちゃめちゃ楽しかった、ありがとう渋谷ファミリー。まだまだ遊びましょう、世田谷マジで遊びましたんでチェックしてください。それではね、最後に今日一番ぶちかましてくれた2人に言いたいこととにかくラップで言ってもらおうと思います。それではリレちゃんがウィニングラップよろしくお願いします。Yeah, 本当ありがとうございました、最高状態。 Yeah, ちょっとだけ、あとちょっとだけお付き合いください。 Where's now, where's now? Yeah, DJ チャカまさにジュー、そして刻む Yeah, yeah, DJ チャカ最高なサウンドありがとう、represent 一番胸張って言うぜ、最高の音の中で掲げ、手の読みながから簡単に繋げ。 Yeah, 足立区千住下町のモンキー、渋谷ファミ26周年、まだまだ続いていこう、お前ら減らずにまだまだ We
増えていこう。要点だけじゃない、果たし込んだ人間態度まで残って遊んでいこう。ヒップホップは遊ばなきゃ、そう血のり足でも最後まで遊んでけ。大丈夫、金がないなら俺に家全部今日は奢ってやる。Yeah! 乾杯シップハイ、早くバーカン前に集合だ。はい、その中で今日の優勝者キサルキマキナシだ。ここで、高山さんから賞金の贈呈があるのでお二人受け取ってください。おめでとうございます。うえーうえーキャリーでしょ、大将。いやー、写真撮ってください、写真撮って。じゃあ5、4、3、2、1、はい、じゃあ終わりにしたいと思います。審査員ありがとうございます。最後一つだけいいですか。来週6月5日日曜日に R ランチでフーズリアリティを僕の主催のバトルイベントやるんで、さっきドラッグで流れてたワニューローさん、そして何よりキザルくんチャンピオンライブなんで、バトルエントリーお客さんまだまだ募集してるんで、ぜひ遊びに来てください。みんなで乾杯しましょう。カメラ向けて、カメラ開けんのめ、開けんのめ。渋谷ファミリー26周年おめでとうございます。はいはい、おっぱい入れます。キザルヒロキ VS ベコアベ、ぜひ上がってきてください。いや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 いマッチョだけどハートはベリー、俺超かっこかわいい、マッチョなバディ、バトルサンバディ。Yo, ロー、ウォー、チェック、ワン、ツー、ロー、うん、うん、シー。はい、ベスト8から残り5試合です。盛り上がっていきましょう。先行ベコアベケイ、高校キザルヒロキ、TJ ジャカー、ベイチャー、ピー。優勝まで駆け足で、絶対に夢でも負けやしねえや。俺らは貫き通すでしって、もう一回舞台いる武田信玄。続いて、ベスト8ラストの試合になります。チャンスタンク VS マイリガガンボー。